こんにちは、まみりんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日からこちらの動物の森ポケットキャンプポケモリの動画を上げていきたいと思います。よかったら見てくださいね。今日はね、私のキャンプ場の紹介をさせていただきます。こちらブランコ乗ってるリッキーとタケル、そして私の一番のお気に入りのこの子グルミンです。クマの子なんだけど、めちゃめちゃ可愛いんですよ。ね、キュンっていうの。可愛い、もうほんと可愛い。顔がね、前髪みたいになってて。この子が今一押しです。そしてこっちもクマ。これもメイちゃんって言うんですけど、可愛くないこの子。そしてキャラメルと最初からいたブーケですね。あとね、このね、リリアンっていうウサギちゃんも可愛いんだよ。今ファンシーなテントちょっとレベルアップさせたのを置いてるんですけど、そこにいますね。かわいい。そして家具もちょっとずつ増えてるところですね。フォーチュンクッキーちょっとずつこう溜まったリーフチケットで回したりして、でもまだまだ全然ないので、これからだんだんと遊んでいって素敵なキャンプ場にしていけたらと思います。そしてコテージもあるんですけど、はい、これがコテージの中になります。ここもね、家具は初期家具はあるんですけど、自分で置き換えることができます。今はね、この緑のソファーとか、まだちょっとしかラグも変えたかな、ちょっとしか変えてないんですけど、ここに今来てもらってるのが太平田っていうクマと、これね、この眉毛がすごい。動物の森はちっちゃいクマと大きいクマがいるんだよね。これ大きい方のクマだね。で、あとウサギのこれチョコちゃんがいます。キャンプ場には私のお気に入りの可愛い子を揃えたいなと思って、それ以外の子たちはこっちにね、今来てもらっております。はい、あとですね、もう一つ今日やりたいことがありまして、それはね、フォーチュンクッキーっていうガシャですね。ポケモリでいうガシャがあるので、これはリーフチケットっていうのを貯めると回すことができるので、やっとね、リーフチケット320枚貯まったので、今日やっていきたいと思います。いろんな家具とか服とかが出てくるんですけど、今いろんなのが復刻したりとかしてるみたいなんだけど、このナタリーのフェアリーファンタジーっていうのがすごく今欲しいので、これを今日は食べていきたいと思います。フォーチュンクッキーをね、食べていきたいと思います。可愛いんだよな。そして250で5つ入ってるフォーチュンクッキーを買うことができるので、単発もできるんだけどね。今日はこの初めて5つ購入をしてみたいと思います。何が出てくるかわからないから被っちゃったりもすると思うんですけど、確定枠とかっていうのがないからね。さあ、何が出るかな？食べます。5つ開いた。ゴミの仕分けが正しくできる。これね、フォーチュンクッキーだからおみくじ入ってるんだよね。これも毎回違くてね、面白いです。金が2枚、銀が3枚なのかな。金が一番いいんだよね、確か。最初は大きなタンポポ。おお、星4つだね。大きなタンポポ、どれだけ大きいんだろう。やったね。そして2個目、あー、フェアリーの羽だ。嬉しい。これ欲しかったんですよ。これはね、背中につけられるんだよね。3個目、大きなガーベラだ。これも可愛いね。綺麗なキャンプサイトになるな。フェアリーのガラス瓶だ。これって中に動物入ったりするのかな。すごいな。はい、5個目、雨宿りの葉っぱ。へえ、ここで雨宿りするのかな、動物たちが。なるほど、
この5つでしたね。お目当ては出なかったけど、羽が嬉しいし、ガラス瓶も嬉しい。あと70枚あるね。どうしようかな。あと1回できるから、単発でもう1回やろうかな。やっちゃいましょう。食べます。今度は何が出るかな。多分単発も5個同時もあんまり変わんない。大雨が降っても傘を忘れない。大雨降ってたら忘れないでしょ。どういうことこれ。あー、雨宿りの葉っぱか。さっきも出たね。これは2個になったね。2つ置くか。2人の動物が雨宿りしてくれるかも。なるほど。はい、フォーチュンクッキーでゲットした家具置いてみましたので、ちょっと様子見てみます。こっち側にね置いてみた。とりあえず、あー入ってる。大きなガラス瓶。リッキーが寝てる。こういう感じになるんだ。あ、起きた起きた。かわいい。すごいすごいね。あ、グルミンが向こうで笑ってる。で、タンポポね、大きなタンポポと、ガーベラ。すごい大きいね、本当に。なんか自分が妖精になったみたいな感覚になれるってことかな。大きいから。そして雨宿りの、これ葉っぱ。すごいね。なるほどね。これはすごくかわいい。ちょっと置き方を工夫しないと。これただ今置いただけなんで、ちょっと今後ちょっといろいろやってみたいと思います。そして羽、これ身につけてみる。かわいい。なるほどね。わあ、羽生えたよ。見て見て、かわいいすごいすごい。これ欲しかったんですよ。やったね。フェアリーだね。フェアリーの世界。やったー。こんな感じで今日はフォーチュンクッキーをやってみました。これからも少しずつポケモリ動画も、こっち向かないな、ポケモリ動画も上げていけたらなと思います。そしてフレンドというのがこちらもあるので、もしポケモリやってるよっていう方がいたら、フレンドになっていただけたらなと思いますので、コメント欄に書いていただけると嬉しいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てね。